こんにちは。ですね、備忘録アフターレッスンということで、レッスンの中で、やったことで、役に立ちそうな小ネタを、紹介したいと思います。今日ですね、生徒さんと6連の中に、バスドラのダブル入れる練習してたんですけど、こういう手順で練習してみました。右左左右足、はい、これをですね、リズムパターンとしてちょっと練習、まあ、リズムパターンというか、リズムの中にちょっと入れてみました。こんな感じです。連続でやると、こんな感じになります。それともう一個、今度右手のアクセントを変えて、手順は同じなんですけど、このパターン、これを、ハイハットに、右手を持ってってやるとこうなりますね。使いますね、当然。はい、やってみてください。